世界最速選抜2023優勝予想一発。で違います。あの今日は打って変わって高校野球界と。そうでしたっけ。はい、まあね、侍ジャパンの皆さん韓国戦お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いつも10時に投稿してるんですけども、はい、まあ、終わるまでねちょっと待たせていただいてね、まあ、ただ、まあ、今日の試合もね先日の中国戦に続いて、まあ、我々の予想通りでしたよね。ね、これはねグループリーグの突破はもう固いだろうと判断しまして、そうですね、急遽内容を一部変更させていただきます。全部です全部です、ね、一部と全部です。はい、我々ね、はい、ドラフトも高校野球も追いかけておりますが、うん、メインイベント3月18日からね開幕する選抜2023、はい、抽選決まりましたので、今日ね決まりましたから世界最速の優勝予想をさせていただきます。これ当日やんないと意味ないですから。そうなのよ。だからさ、我々ベスト8から、はい、順にね出していきたいと思うんですけど、うんうん、その前にね1回戦の好カード、まあこれが見どころだよね、やっぱりね。見どころだよと。印象としてはね、うん、これ珍しく散ったね、なんかね。超死の山っていうのが、うん、なんかないような気はするんだけども。どうですか、江戸さん、1回戦、この注目カード。二松学舎と広陵。ああ、それは、好カードでしょうね。これ鈴木誠也カードって呼んでるんだけど。聖夜はどっちの味方するのと。広島なのか、母校なのかと。これは1回戦素晴らしいね。そうね。うん。まあ、あとは最後の山に入ったやっぱ仙台育英と慶応義塾も。ああ、いいね。好カードだよね。好カードだね。あと大阪桐蔭なんかも、これ侮れないぞと。おお、大阪桐蔭は。鶴。ああ。崖碑ね。鶴崖碑ね。うん。はいはい。選抜で一回倒してるもんね、鶴ヶ城、ね。あったね、あったあった。優勝した時。うん。報徳なんかも優勝候補だけども、うん。県大高崎。いや、そうね。実力校と。ああ、で、勝ち上がったら東邦っていうね。そうだね。まあ、結構ここのブロックは肝ですね。ここはちょっと難しいかもしれないね。うん、それでは、海田さん。はい。ベスト8一気に出すのではなくて、うん、各山ごとにね、出していきましょうか。そうしましょう。大分商業から始まる山から。そうですね。はい。ね、こちらの山、はい、突破するのは、せーの。智弁和歌山。強そうね。強そうね。エースの吉川くん、左腕？左腕ね。もういいんでしょ？ピッチャー4枚、いるのかな。サイドもアンダーもいると。ああ、そうね。で、2番手の清水くんもマックス146、秋の時点でね。いいんだよ。これがどこまで伸びてるか。いやー、ちょっとこれ智弁和歌山やっぱり不気味よと。いやー、まあ、ここのブロックで、うん、対抗馬になるのは作新学院もね、ピッチャー良さそうよと。うん、そうね。江川さん？江川すぐるは投げないんですけど。これもね、エース3番の川又くんっていうピッチャーで、うんうんうん、2番手はマックス147キロ投げる小川くん。あ、怖いね、そのコンビは。この子が、この冬どう超えてきたかっていう、このピッチャー。まあ、なので、智弁和歌山、打力の方でね、うん、優勢かなと思って中学生にしましたけど、うんうんうん、作新学院も侮れませんよ、もんね。いいね、強いからね。うん。じゃあ次の山、光高校から始まる山ですね。はい、こちら行きましょう。はい。せーの、山梨学院。ここね、じゃあ、これも高カード。高カードでしたね。いや、山梨学院ね、近年すごく甲子園でも行くんじゃないかって推してるんだけども、うん、惜敗すると。やっぱり一回戦いい相手当たるね。毎回当たるんだよ。そうか、海田さんは東北派だったと。ハップスくんね。ハップスくん？あげお信也ですから。あら、やっぱり我が埼玉のね。後輩？推しですよ。僕はあげお信也じゃないです。いいんだよね、ハップスくんもね。いや、まあでも山梨学園はやっぱり関東覇者ですからね。これ勝った方がちょっと有利なのかなと。あ、このブロックはね。次が21世紀枠か。うん。まあでも強いんだよね、今年21世紀枠は、ね。そうね、そうそう、強いんですよ、どこも。侮れないけども、まあこのどっちかかなって感じかな。うん、ちょっと試合数が1試合多いのはね、うん、上に上がった時どうなるかっていうね。そうそうそう。これはありますね。はい。それでは次の山。はい。北陸高校から始まる山ですね。これはもう行きましょう。はい。せーの、仙台松戸。平野くんがね。やっぱ平野くんだよな。調子落としなければ。うん。まあ、履正社とか、徳川大菊川とかもね、強いですから。徳川大、徳川菊川もキャッチャーの子、俺、うん、ドラフト候補あんじゃないかって言ってるからね。うんうん、そうだね。キャッチャー鈴木くんね。ああ、いやいやいや。叶えると書いて、京って読むから。ああ、叶えるっていう文字が増えてきてるな。いいんだよね、この子。うん、いや、このブロックは結構、割れるんじゃないですか、皆さんの中でも。そうだね。ここは確かに履正社を押す人もいるだろうし、うん、いやいや、北陸も明治神宮出てると。そうだね。まあ、ただやっぱり平野くんが、やっぱ2回戦ぐらいまでは、本来の力でね、うん、投げれますから。そうだね。うん、ちょっとこう、仙台松戸推しかな、我々はね。うん、
続きまして、開成高校から始まる山。せーの、広陵ありがとうなと。ありがとうなと。声がひときわ大きかったですね。ありがとうなと。そんな大きくする必要ないんですけど。ね、ここがね、ただ効率の欲しい社もいるぞと。ああ、そうね。ピッチャー育てんだよ。まあ、初戦大事ですね、二松学舎。うん。で、開成なんかも去年の夏、宮原くん率いて。そうだね。強かったからね。うん。エースのサウスポーね、吉田くん。去年、投げれなかったと、甲子園で。非常に悔しい思いしたらしいんでね。はい。これ、化けてる可能性あるよ。なるほどね。やっと自分の番だと。改正もありますね。強いです。はい。じゃあ次。はい。鶴。崖飛高校からの山ね。ここはもうちょっとね、行きましょうか。はい。せーの。大阪桐蔭。まあ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 。これはちょっとやっぱりなんだかんだでね、大阪桐蔭は強いっすよと。強いよ。名電菰田さんも言ってました。言ってた。高校球児の名電菰田さんも。近日コラボしますか。はい。順当に言ったらもう大阪桐蔭だと。そうだな。ただね、いいかな、一個出して。菰田さん、コラボ前出していいかな。ああ、ちょっと、出しとけ出しとけ。ちょっと大阪桐蔭のキャッチャーの子が、ピッチャーへの返球がちょっと見てたら、ヒップスの戦いあると。ハップス。ハップスか、ハップスか。ハップスか、東北。あ、東北か。まあでもね、二塁送球とか問題ないらしいんですよ。なんかね、言ってたね、すごいとこ見てるなって。すごいとこ見て、やっぱり甲子園球場すごいとこ見てますね。ただバッティングがすごいから、外せないと。外せないとね。うん、言ってたね。言ってたね。うん。そのあたりが上に上がった時どう感じるかっていうね。まあまあこれ、注目ですね。はい、大阪桐蔭やはり。そして続きまして、はい、城東高校から始まる山ですね。せーの、沖縄尚学。東海大菅生。ああ、菅生ちゃん。菅生ちゃん。ひなたちゃん、来ると。ひなたくん来るんじゃないこれ。まあ、比較的楽な日程のところに入りましたから。日程そうだね。このベスト8までは、ひなたくんの力で駆け上がれるかなと。なるほど。ちょっと監督変わってね、ちょっとそういうマイナスファクターもあるんだけども、それをね、逆にバネにしてね。なるほど。うん。門電はちょっと沖縄小学校。いやーまあね。ピーピー言うぞと。いやー強い。勢い乗ったらもう止めらんないからね。止めらんないバッティングを期待ですよ。うん。いやーもうこう、もういよいよ後半ですかね。はい。東北高校から始まる山。はい。せーの。報徳学園。堀くん。うん。みたいね。エース森田くんね。いいね。うん。まあ盤石な戦い。いや結構強いブロックだけどね。うん。県内高崎いて、東邦いて。そうだね。ああ。高松商業もいるぞと。ああ、そうだね。これ、浅野くんは。いや、出ないです。ベスト8ぐらいまではなんか力貸すぞと。いや、出ないです。巨人の2軍にいますから、今。ダメかな。ダメですよ。うん。ちょっと報徳も優勝候補ですからね。まあ、バッテリーしっかりしてるとやっぱ強いね。強い強い強い。うん。それでは最後の山。はい。龍谷大平安から始まる山が、せーの。仙台育英。慶応もね。いいかなと思うんだけども。まあね、まあ、初戦これ大事ですよ。仙台育英初戦突破したらそうだね、うん、なんかいきそうな気がする。いけるかなと思うんですけど、慶応義塾もやっぱり高校生集めてるらしいんでね。あ、それ誰の情報？名電菰田さん。お前出すぎるなよ、お前。菰田さんコラボの時話すことないだろうな。恥かかすことない。これもやりました。聞いたぞ、みたいな。なるほど。大学では集められないから、高校で集めてるらしいですよね。そうね。ああ。で、墓しろと蹴っちゃうような大学なんだから。そうだね。本当に。それでは、さん、ベスト4行きましょうか。はい。一番上の山ですかね。はい。行きましょう。はい。せーの。智弁和歌山。ありがとうなと。ああ、やっぱり総合力高い。ここら辺から総合力の勝負になってくるんですよね。そうだね。うん。日程も詰まってきますから。うん。ここまで行ったら智弁和歌山、これ、油乗ってるような気がするね。うん、そうだね。だね。エース一人だけではちょっと厳しいぞっていう感じになってくるんで。うん。そしてじゃあ二つ目の山行きましょうか。はい。せーの。紅葉。天台松戸。本気か、お前。相方、広島出身ぞ。それ、忖度しないですか、僕。そう？何、どう見るのよ、これ。これはね、この、準々決勝うん。まで、平野くんいけるんですよ、スケジュール的に。バリバリ平野来ると。バリバリ平野来るんですよ。二日組んでね。あ、中一日ですけど、ここの準々決勝までは、力出せるかなと、平野くんでも。何言ってんだかと、私からしたらね。広陵もね、倉重くん左ベースで、うん、高尾くんも非常にいいピッチングしてたと、この間。はい、うん、で、岡山くんもいるぞと。はいはい、もう、いけますよ。采配できます？うまいこと。いや、もうノーサインよ。好きにやれと。そうですか、ここ割れましたね。そうだね。じゃあ、三つ目の山。はい。大阪桐蔭の山ですね。うん、せーの。大阪桐蔭。もう来ちゃうのよと。ここまで来ると来ちゃうんだよ。やっぱり来ちゃうのよと。うん、
ここまで来るとね。ちょっと次あたりで止めんと、もう終わるぞ。あ、決勝まで行ったら 100% ですからね、優勝確率。詰むからな。うん。ワンサイドとかはもう無理だと思うけども、うん、競った試合、前田くんが投げなかった時だよね、鍵はね。まあそうね。だから、このブロックなんかは、連日にな、連戦になるんですよ。うん。うん。うん、なので、やっぱりもう総合力が顕著に出る、形ですよね、うん。そうだね。うん。それでは最後の。はい。山で行きましょう。うん。せーの。報徳学園もう、分かれるね。報徳も強いよ。優勝候補だからね。いや、なんか一番、なんか一戦一戦強くなりそうな雰囲気があるんだよ、ね。そうね。バッテリーしっかりしてて。報徳学園は僕はやっぱり2番手のピッチャー出てきてるかっていうとこだけなんですよ。うんうん、出てきたら強いと思う。さ、うんうん、打撃もいいし、うんうんうん。その点やっぱり仙台育英は。なんだっけ、30人くらいだっけピッチャーが。140超えが。140、48。140、48です。140投げられないとよしでももう入学できないんじゃないかっていうね。そうだね。まあ、高橋裕太くん、仁田くん。うん。まあ、野手も残ってますからね。一番橋本くん、はじめね。そうだね。センターラインが、やっぱりここまで来たら仙台育英も強いぞと。そうですか。ああ。なるほどな。うん。じゃあ、でもここまで来たらね。はい。お互い、決勝のカードと優勝校。わかりました。出しようか。わかりました。じゃあ、門田行きましょうか。はい。決勝のカードはですね。うん。広陵と報徳で、広陵高校おめでとう、やった、最高、嬉しい、やっほー、今回限りこれ外したらね、いやもうあなたには見限られてるな、分かってるんです。私は広陵行ってたんですもん、去年から、うん、今年の春か夏、広陵は取るぞと、やっと若い力育ってるぞと、強いよ、うん、かなり強い広陵高校、マジで。これこの動画モチベーションビデオにしてほしい。こんなこと言ってる人たちがいるよ。これね、俺がもう確信したのはこの選抜、我々のこの春のバイブルですけど。バイブル。これ中井監督ね、メガネかけてんのよ。あ、もうちょっと気違うぞと。老眼対策欲しいです。あ、これは問題はこれですかね。なるほどね。はい、深田さん、じゃあ最後。はい、私の決勝カード予想は仙台松戸と仙台育英。ほう。それで優勝は仙台育英。ほう。平野くんが、もう決勝まで、金足農業ね。あら。もはや。これちょっと皆さん、あ、仙台松戸会がありますよ。これは、力戦奮闘、大エースを楓さんは嗅ぎつけますから。これは、平野くんをちょっと追って、中心に追っていこうかなと。いや、もう、実力間違いないからね。いや、そうね。怪我だけ。あ、本当にね。うん。安全な状態でね、やってほしいと思います。はい。はい。というね、選抜2023抽選決まったぞと、はい、世界選手権の優勝予想でした、うん、もうこれは10人といろいろんなご意見あると思います、はい、もちろん大阪といったらという意見もぜひコメントいただければと思います、はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。去年の夏は2人とも仙台育英は触れてなかったからな。いや、そうだね、もうどちらか触れていくっていうルール今回は脱会輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。